コアラッチは九の花紫陽花を頭に乗せた名古屋市蓄作のマスコットキャラクターです蓄作には鍋屋上の浄水場や赤いとんがり屋根の東山給水塔などがあり名古屋の水道事業とともに長い歴史を歩んできましたコアラッチのお散歩レポート第3弾は蓄作内の水にまつわる場所を皆さんにご紹介します いないかな、半蔵先輩いや壁ドンなんていや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  <laughs> ごめん、お待たせえ、誰俺だよ、俺俺 うん行けてないなべや人えの浄水場は地下鉄砂田橋駅から400メートルほど南へ進んだところにあります大正3年に名古屋で初めて作られた市内唯一の浄水場です 城内には平成24年に名古屋市指定有形文化財に指定された旧第一ポンプ所があります。この建物は赤レンガ造りで重厚感のあるデザインが特徴です。建物の中には平成4年まで使用していた水を汲み上げるポンプ8台が残されています。私、地方水場初めて来たんだ。<laughs> 何やってるの水を得た魚 <laughs> ここはプールじゃないよ鍋屋上の浄水場では木曽川から水を取り入れて寒速ろ過と急速ろ過という2種類の方法で水道水を作っています浄水場できれいにした水は東山排水場を通して各家庭に届けられています 事前にお申し込みいただくと、浄水場内を見学することができます。ま天馬緑道は、鍋屋上の浄水場から東山排水場へ向かう約 1km の遊歩道で、地下には水道管が埋まっています。鍋屋上の浄水場から南へ約 200m の区間は、水の小道と名付けられており、 水道の水源から浄水場までの過程を表しています。歩道の両側には木曽川の流域に生息する樹木を植えてあり、人工の川もあります。6月から10月にかけては水が流れるので、緑と水に触れ合いながらお散歩が楽しめます。ここも水と関係あるののうううん、どうだろう天馬緑道の沿道沿には 上野天満宮があります。学問の神様、菅原道真公を祀っており、受験シーズンになると、たくさんの人が合格祈願に訪れます。上野天満宮の起源は、およそ1000年前の平安時代中期に、御明寺安倍の生命一族の一部が、ちくさく生命山に移り住んだ際に、菅原道真公を手厚く祀ったのが始まりと伝えられています。 境内には2体の撫で牛と呼ばれる像があり、頭を撫でると賢くなる、体の具合の悪いところを撫でると良くなると言われています。上野天満宮では、ぬいぐるみやランドセルなど、思い出の品々を供養してもらうこともできます。冗冗、ね、<えっ> <laughs> 冗談冗談冗談 天馬緑道を南に進んだ先に水の歴史資料館があります。上下水道事業の100周年を記念して平成26年にオープンした施設で、名古屋の上下水道事業の歴史や役割について、また災害への備えについて楽しく学ぶことができます。4つの展示室では、江戸時代から明治時代にかけて実際に使われた木製の水道管や、 水道の流れる量を測るベンチュリーメーター災害時に利用する地下式給水栓などさまざまな展示を見ることができます俺なんか水でも酔っえるもんね <laughs> やってみなよ 水の歴史資料館の西側には、とんがり屋根の東山給水塔が建っています。鍋屋上の浄水場で作られた水道水を家庭へ送るために、昭和5年に東山排水塔として建てられました。昭和48年にその役目を終え、現在は災害対策用の応急給水施設として利用されています。 円筒形で背の高い給水塔は、区内各所から見ることのできるランドマークとなっています。この道は水道道緑道で東山給水塔と今池を結んでいます。水道道とは地下に水道管が埋まっている道のことを呼び、水道道緑道は夏は新緑が美しい約 1.6km 区間の道です。取って、これで。あいいよ。 いや <laughs> 騙したな筑<っ>草駅の近くには、高無神社があります。縁起式という平安時代中期に編集された書物にも載っている由緒ある神社で、かつてこの辺りに住んでいた尾張物の部氏の武器を収めた蔵が、後になって神社になったと伝えられています。境内には複数の抹社があり、 地元の方をはじめ多くの参拝客が訪れます。恋の水と呼ばれる水が湧く古井戸の井戸水は飲むと恋が生まれるとも長寿の水とも言われています先輩<え>これ恋の水なんだって飲むと恋が生まれるんだって。 コスプレが。俺も恋に落ちたかも。ああ壁ドン。<laughs> やっぱりそっちかい。バカにして。これでも暗い。<laughs> <laughs> 今回は水にまつわる名称をご紹介しましたが。ちくさくは季節によってさまざまな表情を見せてくれる場所です。あなたもぜひ。 ククをお散歩してみませんか